はい、皆さんこんにちは。サガキャットでございます。28日ですね。2月、今日で終わりでございます。月曜日ちゃうわ、日曜日のですね、夕方6時を回りました。今日はね、朝からね、現地に行ってました。行さん行きましたね。荒川区行ったでしょ。荒川区行って新宿区に行って、おいでから、品川行って大田区行って川崎ぐりっと回って世田谷に戻ってきて、で最後は練馬、11箇所に行って、朝10時45分に出てですね、5時40分45分頃にここにたどり着きました。よう働いてるやん、ほんまに。1212の7時間ぐらい、7時間ちょいあれですよ、車乗ってたんですよ。走行距離130キロぐらいですよ。いやー、ちょっと疲れました、ほんまに。戻ってきたらね、大したことは何も起こっていないですね、日本も世界も。喋るネタないやんと思いながら、行きましょう。貯存ラインでございまして、社説こんなんあります。社説か、これ27日、昨日の朝の10時に出たやつですね。敵が嫌がるから軍の訓練をやめようという国…韓国の他にあるのか、あるか。ちょっと読みますね。韓国の反与党系国会議員35人が、反っていうのはこの反対の反じゃなくて、反っていうのはですね、何て言うと、三水平に平凡の凡って書くんですけどね、ちょっと意味をうまくパッと言えないんですけど、こう大きくという意味なんでしょうね。35人が、北朝鮮が反発するからという理由で来月に予定されている韓米合同演習を延期せよと要求した。これらの議員は、キム・ジョン委員長まで自ら乗り出して強力に反発しているとして、韓半島の対話の局面作りとコロナ防疫のため韓米合同演習の延期を求めると主張した。この世の中に敵が嫌がるから軍事演習をやめようという国は韓国の他にはないだろう。ありません。オタクならだけです。あんたらだけほんまにそんなことやってんの。ほんまそんなこと言い出すの。金正恩は先月の労働党大会で36回も核に言及した。韓国を攻撃する戦術核や原子力潜水艦、超音、極、あ、ちゃう、極超音兵器、でいいんかな、極超音兵器の開発も公言した。軍事パレードでは韓国を狙った新兵器を続々と披露した。そんな金正恩が要求しているという理由で韓米合同演習を延期しようというのだ。北朝鮮の労働党が言っていることを韓国の与党議員らが堂々と声明まで出して主張している。まあしかしね、時代も変わりましたね。どうでしょうね、軍事政権があって、チェン・トウハンのその後の何やったかな、ノテウさんまではクーデター政権だったんですけども、その時代にこんなことを言うたらすぐ逮捕ですよ。ほんまに何言うてんねんみたいなことになるわけですけど、まあ時代も変わって今はね、左派政権になります。これぐらいのことを言うてもですね、ああそうって言って流される。いやー恐ろしいわ。韓米合同演習は北朝鮮を攻撃するためのものではない、北朝鮮の脅威を防御するためのものだ。国家代表サッカーチームでも練習しなかったら町のサッカーチームと化してしまうように軍隊もそうだ。ところが三大韓米合同演習は2018年のトランプ、キム・ジョン、シンガポールショー以降全て中断された。連隊級以下の小規模な訓練も実弾を一度も使わないコンピューターゲームとして行われた。北朝鮮の顔色をうかがった演習の名前も付けられず、神出鬼没ので捕まえようのないホルギルトンに引っ掛けた、ホルギルトン演習という呼び方まで登場した。なんかよくわかりませんけど、なんだでしょうね。ホルギルトンってのはネズミ小僧、ジロ基地みたいなもんですかね、向こうの。
海外で開かれる多国籍対潜水艦演習にも参加しなかった。その間北朝鮮の核と軍事力を休むことなく増強されたと。2ページ目もあるやん。ムンジェイン大統領は韓米合同演習中断問題を北朝鮮と協議できると言った。なんで協議しなあかんのそんななんでそんな自分のところに攻撃兵器をいっぱいね作って持ってね軍事パレードして脅してる国に対して自分たちの国の軍事演習をどうするか協議するって。いやーどういう発想をするとねそうなるんかよくわかりません。もうこの後読みませんけど、まあこの後もうちょっと続きますけどね、もうかなり狂ってるわけなんですよ、ムンジェイン政権っていうのは。もうこの時点、この時点というか前から狂ってるんですけど、ここに書いてある通り、軍隊っていうのは日頃ですね、鍛えておかないとですね、機能しないんですよ。ただ武器を持って集まったところでね、その使い方行動の仕方とかってもう厳しく訓練しないと使い物にならないわけですね。ただの魚の衆なんですよ。で、船もそうですね、艦艇も概要とは言いませんけどね、せいぜいその何日間も海上でこう過ごしながらいろんな訓練をやっておかないとですね、いざ使うでっていう時にも役に立たないわけでして、そのためにアメリカ軍なんかは非常な訓練を日々やってるわけですね。で日本のあれ陸上、海上、航空もですね、まあ、日々訓練に勤しんでるわけでした。非常に連動の高さではでですね、評価が高いのが日本の自衛隊でございます。これに対して最近ですね、愉快のお隣さんは全てに緩んでるという感じがしますね。なんでそんな見逃したみたいなことがいっぱいあるわけでしてですね、かなりやる気も失ってるらしいんですね。その、あれが、現場でもですね。で、これ訓練せえへんかったら、ほんまにね、いざという時ね、役に立ちませんよ。おい、キム・ジョンさんが、よっしゃ、行くでって、起きた時にですね、あかんやんっていうのがありますね。で、今や、アメリカとの合同演習をやっていないということはですね、もう、同盟から抜けるでと言うてのと一緒なんですね、ムン・ジェインさんが。で、北はよしよし、抜けろって言ってるわけですよ。で、軍事演習すなって言ってるわけですよ。あ、じゃあしませんって。よう、しかしそんなことね、言えますね、ほんまにね。まあ、ムンジェイン政権の本心はですね、北と一緒になりたいということがですね、もう見え見えになっています。しかし、それが愉快なお隣さんの国民の意思かと言いますと、それはどうも違うような、なんか鼻が出てくるんですよ。それは違うような気がします。なんで、どうでしょうね、ただ、愉快なお隣さんと国民はそこまでリアルに分かっていないかもしれません。というのは、やっぱりニュースに偏りがあるでしょうし、で何事もね、国民性としてね、何事も都合よく解釈する方々なんですよ。これはこういうはずやと。例えば、日本との関係でも、アメリカは常に愉快なお隣さんの味方をしてくれるはずやと思ってるわけですね。常にですよ。どんな場合でも。なんでかって日本で悪い国やっていう前提になってるわけだって。このね、先入観、出来上がった先入観とね、この都合のいい解釈でですね、かなりお隣さん、まあ、現実から遠いところにいる場合が多いわけなんですね。だから、まあ、分かってない方もかなりいるわけです。で、まあ、どっちにしろアメリカはね、あと1年おっさんと思ってるわけですね、ムン・ジェインに対して。うん、あと1、まあ、確かにあと1年ちょいなんですけど。まあ、でもあれですよ、選挙やってみたら、ムン・ジェインさんみたいな同じような人がですね、当選して大統領になったら、もうそれこそ同盟関係なくなりますよ。ほいで、これこそ本当に北と一緒になってしまったみたいな。だから日本の、防衛ラインが対馬海峡まで下がってくるということが十分にあり得る話でございます。まあだから日本人もね、それは覚悟しとかなんかって、もうこんなこと言うてんにはもうほんまに、向こうが嫌がらせからやめような訓練とか言って、ほんまにやめてるんですよ。実際のところ。ほんまにやめてるんですよ。実際ものすごい嫌がるんですよ、北は。韓米合同なんたら演習とか言ったら、もう猛烈に反発してるんですけど、口で反発してるだけでね、何かができるわけではない。ただまあ、向こうの国内では、そら戦争やーとかって大騒ぎして、
あの体制を整えて待ってはるんですけど、別にこっちはこっちというか、まあ、あのお隣さんとアメリカ軍は戦争をするつもりで訓練してるわけじゃいますからね、そのあたり北の方も現実が分かっていないし、訓練なんか別にやらしといたらええやんという話なんですけどね。まあまあ、あのよう分かりません、ほんまにあの人たちはほんまにどういう感覚なんかというのもよう分かりませんけど、日本の一般的な感覚からするとかなりずれてらっしゃると、まあ、その一つがこういうことでございます。あの張りませんよ、敵が嫌がるから軍の訓練をやめようという国、韓国の他にあるかってありません、おたくらだけです。はい、という話でございました。皆さんどうもありがとうございます。